豊州鉄道は、かつて、福岡県と大分県で路線を建設、運営した、鉄道事業者である。現在の九州旅客鉄道日報本線、行橋柳ヶ浦間、北彦山線田川後藤寺部前川崎間、平成筑法鉄道田川線、行橋田川後藤寺間などにあたる路線を、運営していた。本社は、福岡県京都郡に行橋町に所在した。 1901年9月3日に初代九州鉄道に九州合併された。設立者の村の三人田川地域の石炭搬出を主目的として村の三人により設立された。行橋には石炭搬出の港がなく、九州鉄道の路線を経由して文字へ搬出していた一方、田川の中心である伊田にも九州鉄道が進出してきて両端を挟まれることになった。 文字の北東にある他の裏に港を築き路線を延長する予定であったが実現せず、九州鉄道に比率1、1で合併した。1901年3月末現在で営業係数41、資本金680万円、配当は平均して8%程度。九州鉄道へ引き継がれた車両は、機関車20、客車52、貨車559であった。 タンク機関車のみ、3形式20両が在籍した。九州鉄道へ引き継がれた客車は52両で四輪三等車23両、四輪12等車8両、四輪23等車5両、四輪3等、環球号作り車8両、四輪23等、環球号作り車1両、四輪3等、郵便環球号作り車1両、郵便環球号作り,り車3両、 四輪郵便車1両、九州鉄道へ引き継がれた貨車は595両で、有害貨車30両、無害貨車16両、銅30両、銅175両、砂利車20両、石炭三320両、材木車4両 ABCDE、日本全国諸外者役員6。明治34年川上 P314、豊洲州鉄道が主として、石炭輸送を、 収入の体操としていることに対する不安と他の、裏進出の資本的絶望とされているが、筆者はむしろ、九州鉄道の希望の方が強かったと思っている。ハット AB 河上 p 百十四鉄道不設免許上下布、官報八百九十年十二月二日、鉄道局年法。明治二十八年度明治二十八年八月十八日時児、新報新聞修正。 明治編年史。第9巻、運輸開業免許状をカ付官報1897年10月2日、ABCD 川上 P315、九州鉄道会社。第4巻第29開放、日本経済評論者、2006年、54から55ページ、九州鉄道会社。第4巻第29開放、日本経済評論者、2006年、 56から57ページ、ありがとうございます。